66ミロメントムラボへようこそ。66のペチとケメラジとサクです。注文完了。何を注文したんでしょうか。今話題の犬系彼女ならぬ犬系西野さん注文しました。あ、西野さん、わーわー、西野さん、キモすぎたというわけで、最高の教師第9話直前スペシャル。スペシャル、スペシャルになっちゃった。スペシャル。はい。というわけで、今回もですね、350件を超えるコメント、本当にありがとうございます。ありがとうございます。これすごいなと思ってて、はい、っていうのもさ、まあ、正直考察的な面で言うとさ、ここ3話ぐらい、まあ、うぐもりのことが中心じゃないですか、うんうん、ね、考察自体はそこまで進んでないよという中で、まだまだそうやってねコメントたくさんくれるっていうのが僕ら的にはまずすごく嬉しいね、うん、盛り上がってる証拠ですよ、ね、そういうことです、まあ、そして何よりこのドラマの凄さっていうことですね、うん、考察だけではなくやっぱり感想とか響いたなってメッセージも含めて、うん、コメントが盛り上がってるっていうのはね、このドラマがいかに素晴らしいか、うん、盛り上がってるかっていうのが分かりますね、はい、はい、なので寂しいですけどもね、あと2話で終わってしまうので、ちょっと最高の教師最後まで全力で楽しみたいですね。そうだね、はい、なのでこれからもよろしくお願いします。というところで、今回も考察的なところで言うと、うぐもり犯人考察&最終回展望もね、ちょっと早くはありますが、この辺から始めていきたいと思います。というわけで最後までよろしくお願いいたします。というわけで、まずはうぐもり事件の犯人考察やっていきたいと思いますが、まあ何度もやってるのでですね、今日はより詳細をね考察していきたい。当日の事件の日に何が起きたのか、うんうん、そんなあたりをですね、ちょっとより細かく考察していきたいと思います。まあ前回はですね、再び僕らは西野説を推していきましたが、事件当日についてはもう少し複雑なんじゃないかという予想が増えております。コメント読んでいきたいと思います。アイヨロさん、浜岡は九条の弱みを握ってきて、もしくはあのいじめの動画のデータを盗んできてってことで西野から頼まれたのかなと思いました。クラス内の人だと教室にいないことで怪しまれるから。そしたら偶然浜岡がうぐもりとこちらの会話を聞いてしまい、それを西野に報告、西野が金沢を使ってうぐもりを脅したのかなと思っています。とか、もう一つちょっとコメントを読まないんだけども、今みたいな流れを書いてくれた人とか、結構ですね、黒幕は西野だけども実行犯に関しては金沢説っていうのが多くなってますね。金沢だな。そうなんです、まあ、金沢言うたびにさ、初見みたいですね。いや、そんなことない。覚えてますよ。覚えてます、好きですよ、はい、まあでも確かにですね、あの西野が浜岡を使って何かしらの情報収集を頼んだのなら、うぐもりを脅す件も他の人物にやらしててもおかしくはないかなと思うね。うん、うん、まあ僕らの考察だとね、うぐもりの方にいたのは西野とは言ってるけども、なんでそっちだけ自分でやったんだろうっていうところを見ると、うん、なんか全てやっぱり裏で動かしてたのが西野、うん、実行犯に関しては別の人物、まあこれで言うと金沢っていうのもなくはないかなと思うね。ああ、うん、まあだし、うぐもりのロッカーに書かれていた手紙のね、吹き抜け廊下に来ることという文末が西野の文の癖と同じっていうのもあるので、まあこれをロッカーに入れた黒幕は西野濃厚だけども、実際に行ったのは金沢っていう説、うんうん、ロッカーの方が西野だったみたいな、はいはい、そっちの説はあるのかなとは思うね。なるほどね、うん、でさらに金沢説のコメントが来ております。小野光さん、自分も西野説を前から推しているのですが、公式サイトの生徒紹介ページにて金沢の紹介に携帯をいじる癖は学外の彼氏に即レスするためって書いてありますよね。これって浜岡だったりしないかなと密かに考えています。浜岡が金沢の彼氏ならお金じゃなくても動く要因には十分なり得るのかなと、ということで、これは結構仰天考察ではあるけども、うん、結構多かったですよこの意見も、まあうん、ただこれだとエナミとバチバチすぎんかというとこだよね。まあ、まあ、でもエナミは好きなの。でも元々は付き合ってたからね。あ、まあまあそっか、好き同士で。でしかももっと言うと、4話で金沢がエナミに新しい彼氏ができましたって他のサガル一派に紹介してるのよ。あ、そう、どういう状況なんだろうと俺は思っちゃったな、やっぱり。なるほどね、この携帯をいじる癖って別にまだ劇中でそんなにピックアップされてないから、意外と伏線なのかもね。あ、まあね、そういう面で言うとそうだし、まあ浜岡が土球のクソ男だったり、金沢が結構裏の顔があったりすると、えなみには内緒で実は私付き合ってました、うん、っていうのは、まあ、怖い女としてはあるのかな。まあ、うん、なんかより浜岡にヘイトが向きそうですね。好きなんだ金沢の子。なんかすごいみんなモテぶってる。モテ遊んでないか。あ、まあ確かにね、美人もな、うん、モテるでしょ浜岡は。モテるか。いやいや、モテるよお前、思ったより。お前ね、思ったよりかっこいいんだよ。もちろんかっこいいですよ。役者さんはかっこいいですけども、役的にはどうなんだって、その歌的には。そうそう、
リアルにいたらモテるよ。あら、うん、あ、まあそっか、大学生っていうのはまず高校生からしたら、そうそう、まあ上になるのか。そう、あとみんな忘れてるかもしれないけど、あれバンドやってるからね。ああ、確かに、そう、モテ要素あるよね。そう、モテ要素あるんだよ。ファンがいたりとかあるんじゃない。高校生とかもクレジットカードパッと出しただけで惚れたりするんだから。あ、そうなんだ、うん、そうなんだ、うん、あ、じゃあリアルな勉強になるなじゃない。いや、経験が終わりだから。あ、ちょ、やばいやばい、無理だよね。無理になってきた。変なとこにつまずいてるから無理になってきたと。そして星崎についてのコメントも一つ読みます。村上さん、4話で星崎が浜岡に石をついていきますって言ってたのも星崎と浜岡が濃くつながってる伏線なのかなと思うっていうのも結構あったんですよ。あー、出た出た。そう、確かにあったんだよね、4話で。うん、うん、うん、どう思いますかここは。あー、なるほどね。まあ後々、まあ後から見たらあそこ伏線だったなってことだよね。そういうことだね。ではあそこからスタートして、うんうんうん、濃い関係を裏で、気づいてましたよっていう、はいはいはい、後々分かる感じ。そうだね。なるほど。うん、まあ面白くはあるよね。あなたはあれだっけ、早乙女の居酒屋に行ったんだっけ。そういうことです。あ、はい、そうそうそう。だからね、そうなんですよ、この一生ついていきますは俺がおごってやるからの後に言ってるんですよ。まあまあね。そうだから、まあ星崎ってまあ不思議だし、ちょっとおバカさん的なとこもあるじゃないですか。ではおごってくれたからもう一生ついていきますわっていう風に表上は見えるから。まあ、ノリで言っただけっていうね。そうそうそう、うん、まあ、そっちの可能性は高いけども、逆に言うと星崎何考えてるか分かんないから、結構実はもっと深い意味があって、うん、こっから関係を築き上げてったみたいな可能性もゼロではない。まあね、うん、利用してる側はあるかもね、星崎が。そういうことだね、うん、という感じで、まあ、西野以外にもですね疑うべき人物はたくさんいるんですけども、まあ、このうぐもり事件についての最後に予告を見ながらちょっと考察していきたいんだけども、どうやらですね9話である生徒が学校に来ないと、そしてその生徒がうぐもり事件に大きく関わってるよっていう展開で、で九条は自責の念から自ら命を絶ってしまうかもと思い、生徒と共に学校を飛び出すみたいな展開っぽいんですよ、うん、となると、まあ、この学校に来ない人物っていうのがかなり鍵になってきて、あ、まずキャラ的に星崎っていうのはちょっとなさそうかなと思うね。なるほどね、うん、なんか星崎が学校に来なくてもなんか自責の念でどうこうってならなそうというか、うん、なんかそのうぐもり事件とそこまでみんなが関連付けられないんじゃないかなっていう、裏で、うん、もし犯人だとしても、はい、裏で動きすぎてるから、うん、なんか星崎っていうのはちょっと、まあ、見えてこない感じがするよね。まあそうね、うん、でそうなると今疑われてるのは西野金沢あたりになるんだけども、うん、まあ涙もろかったり追い込まれた表情っていうのが多いでいうと西野より金沢なんだよね。まあまあ、うん、だから結構コメントでもこの学校に来なかったのは金沢なんじゃないかって声は多いと。まあそうだね、うん、学校に行けないっていう状況になってるってことだから、自責の念でね、うん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 、ってことはまあちょっとメンタル面の弱そうな金沢が合うか。まあそうなんだよね。あ、でも金沢だったらもうちょっと早くもう限界来てないって思わないさすがに、うん、だから俺もねここ最近のあの表情っていうのは、うん、言いたいけど言えない、西野の思うと言えないというか、うん、そういうなんか複雑な感情、まあ、複雑ではないけども、うん、西野がやってることを早く言いたいけど言えない、言えないみたいな、うん、言わなきゃいけないの分かってるけど言えないみたいな、うん、なんかそっちの表情に見えるっていうのもあるし、予告でやめて、絶対にやめてっていう声も聞こえるんですよ、うん、でそれがなんとなくコメントでもあったけど金沢っぽいんだよね。あ、うん、ってなるとやっぱり止めてる側が金沢で読めるじゃないですか、うんうん、まあそうなると自ら命を絶とうとしてるのが西野あれっていう説にはなっちゃうんだよな。なんだ、意外と西野さん弱いんだ。いや、だから守ってあげなきゃいけないのよ。知らないよお前のそのスタンス。いやでもほんとそうじゃん。いやでもああいう強がってる人ってさ、弱いからこそ強がってるみたいな。あ、まあまあ、だからやっぱりね、西野が学校に来なくて、まあ、自責の念で自ら命を絶とうとしてるっていう考察ね、やっぱりなっちゃうのかな。まあそうね、という感じで、まあいろいろね、いろんな説は出したけども、西野説っていうのは、まあ、揺るがないのかなとはちょっと思っちゃうかな。まあね、うんうん、細かくね、何か誰かが関わってるとか、うん、いろんなことはあるにせよ、うん、まあ、西野は結構大きく関わってるのかなとは思います、うん、はい、予告で一回も映ってないですか。映ってない。お、金沢映ってないですか。金沢も映ってない。だからそこはね、ちゃんとやってくれてる。なるほど、なんか怪しい人物はみんな映んないようにしてるし、うん、うん、いろいろやってくれてるんで大注目でいきましょう。確かに、はい、
はい、では最後にちょっと早めに最終回展望していきたいと思います。ちょっとコメント読みますね。ラッコさん、前々から言われてたけど1周目の犯人がどうやって判明するのかが何気に一番気になりますね。仮に1周目の犯人が星崎だとして、2周目で1周目と同じシチュエーションで九条を突き落としたとしても、1周目の犯人が星崎だと知る者は2周目の世界には誰一人としていないので、2周目で突き落とそうとしたから1周目の犯人もこいつだと決めつけられるものでもないし、2周目である星崎が1周目の犯人が自分であることを自白するか、1周目の犯人が星崎であることを知る2周目の誰かが証言するしか判明のしようがない気がする。それか1周目の犯人は明かされることなく視聴者に想像させる形で終わるか、どのみち九条の他にあと最低1人は誰かしら2周目の人物がいないと1周目の犯人の判明は難しそうですね、ということで、うん、結構ね、僕が言いたかったこと全部言ってくれたんで、うん、全部読んだんだけども、うん、本当にその通りで、1周目の九条を突き落とした人物がどう判明するか、うん、っていうのはかなり注目ポイントで、まあ、ラッコも含めて結構な人が言ってるのは、タイムリーパーがもう一人いないと九条の1周目の犯人は明確にはわからないんじゃないかっていうことですね、うんうんうん、そうだね、第三者がいないと証言できないってことよね、うん、そうなんだよ、うんうんうん、だからね、まあ、今日はこのぐらいにしとくけども、星崎タイムリーパー説っていうのもやっぱり消えない、うん、っていうことなんだけども、まあ、ただここ最終回予想するとするならば、一旦星崎をタイムリーパーじゃないとして考察してみると、展開的には最終回で星崎が始業式ら辺までは先生のことを突き落とそうとしてたんだよとかいう告白をするとか、うん、まあ、そして1周目の九条が突き落とされたシーンの犯人側の描写が映るみたいなね、まあ、僕らに見せてくれるみたいな、うん、それだったらその世界では明確に星崎が落としたか分かんないけども、まあ、一応答え合わせとしては僕らには伝わるよね、うんうん、その九条のあのシーンの別角度からを見せてくれるとか、はいはい、があればね、うん、一応犯人っていうのは分かるから、まあ、星崎の実は始業式ら辺では突き落とそうとしてたんだよねっていう告白からいろいろ分かってくるみたいな、うん、まあ、その展開はちょっとあるのかなとは思うかな、まあ、そうだね、うん、まあ、じゃあ別に2周目は特に現れなかったっていうことになるのかな。ああ、だからそこもね、また難しくて、結構この後にね、そこもいい考察してくれた人がいるんだけども、うん、まあ、ちょっとそこも読んでいこうか。 A さん、星崎くんは鵜久森事件には関わっていないけど、九条を落としたのは星崎説は私もなんとなくそうかなと思いました。そして2周目では九条2周目説を信じている星崎が九条をループさせるために、かっこ九条の物語を面白くするために九条を落とそうとするんじゃないかとふと思いました、ということで、うん、うん、これも面白いかなと思って、まあ、この説は星崎がタイムリーパーとかそういうことではなくて、九条がタイムリーパーだと確信してる星崎がさらに何か面白くしてほしいとか、もう一回タイムリープするでしょうみたいなノリで九条を突き落とそうとするっていう展開、まあ、そういう最終回っていうのはちょっと予想できるのかなと思ってて、うん、でこれは展開的に言うとギリギリのとこで九条は突き落とされずに済む、そしてさっきの星崎の自供が始まるというか、星崎の素性がどんどん暴かれていくみたいな、うん、そういう展開はちょっとあるのかなと思うかな。だからね、未遂に終わるってことね。そうそうそう、うん、そう、未遂に終わったのと同時に1周目も星崎だったってことが何かしらで分かってくる、うん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 、っていう展開が見えるのかなと思うかな、うん、ああ、ありそうだね。そうだね、うん、まあ、これもう完全に星崎だと思ってずっと語ってるけど、まあ、ここに関しては他につける隙がないというかね。そうだね、急に別の人物っていうのはちょっと考えにくくはなってきてるから、うん、まあ、でも俺的には今まで全く目立ってなかった、はい、まあ、いわゆるスクールカーストが低い人に急にスポット当たったりしたら、うん、まあね、割と面白いけど、ね、面白いよね、リアルだなと思うけどね、うん、そう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 、まあ、だからね、結構でもそれが星崎っていうのもあるとは思うんだよ。あ、まあ、俺らって考察しすぎてるから、はいはい、あれだし、まあ、結構誰が見ても星崎は何かあるまではいくと思うけど、うん、クラスで見ると星崎ってそこまで何もしてないのよ。まあ、そうか、確かにカーストも別に高いわけでもないしって感じか。そう、だからみんなが思うカースト高い相良は違う、うん、お前星崎界はクラス内で言ったらかなりびっくりする、うん、確かに、まあね、確かに、ね、何でもないからあいつ。そっかそっか、そうそうそう、ね、見てる側ちょっとね、星崎が怪しすぎてあれだけど、うん、まあ、その辺から見ても星崎でもいいのかなと思っちゃうかな。まあそうだね、うん、という感じでですね、まあ鵜久森事件が次でもう確実に分かると思いますので、はい、そしたらもう最終回どうなってくのか、うん、九条は助かるのかとか、犯人はどう分かるのか、そして2周目はどんな展開が待ってるのかとか、結構まだまだね、考察、まあ難しいけどもできるとこたくさんあるので、また新しい考察がね、この1週間できそうなので、ちょっと最後までやっていきましょう。はい、うん、卒業式まで行くんだろ、最終回。そしたら、いや、行くでしょ。
なるほど。結構飛ぶ可能性あるよね。そうだね、うん、何ヶ月後飛ぶね。なんか平和になったけども卒業式はそうではなかった。そうだ、ね、最終回とか。ああいいね。そんな感じ、うん、まあ同じ日にまた何が起きるのかっていうのが最後の題材だと思うので、ちょっと要注目でやっていきましょう。はい、はい、というわけで僕らはですねイベントなんかもやっちゃおうかなと思ってて、何でもするライブやりたいと思います。あ、はい、れもう何でもします。銀の盾とかももう皆様に見せますし。あ、見せれる、あげるわけじゃない。触れさすかもしれない。あ、いやもう欲しいって言ってあげる。うわすごい。じゃあ行ってきた方がいいね。はい、なのでね、いろんな面から楽しめるのでよろしくお願いします、はい、というわけで以上六六組でした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画少しでも楽しいなと思ってくれた方はぜひとも登録ボタンお願いいたします、はい、ということで最後にケメロジェ、はい、1月に開催される六六組の何でもするライブ、ケメロジェがしてくれるギリギリの何でもするは何ですか。アパートの名前までは教えます。なんか俺らにも響きそうだな。104アパート。